えー、ここではですね、えー、パッティングの距離感、えー、特に短いパッティングではなくて中距離からロングパットの距離感をつかむ練習の仕方をご説明したいと思いますで,、えー、っとですね、パッティングの距離感をです、ね、ぜひつかむ練習をゴ、えー、ルフ場の当日の朝、えー、ここ練習グリーンなんですけれども、えー、ぜひ、えー、繰り返しやっていただきたいなと時間を取ってやっていただきたいなと思います。で 今日はです、ねえー、5メートルという、えー、長さを設定してそこで練習したいなと思うんですけれども、えーまあ、おすすめなのは5メートルとあと時間があれば1 0ルっていう長めの距離のお距離感をつかんでいただけるとおラウンド中に役に役立つと思いますどうしてもアマチュアの多くのアマチュアの方、えー、距離感をつかむ長いパッティングをする練習の機会がほとんどないですので、えー、ぜひこういうラウンドの朝 をうまく利用していただいてそこでチェックをして距離感をつかむ練習に必ず時間をあてていただきたいなと思いますそれによってストロークは必ず打数の数は減ってきますので挑戦してみてください一歩がですね1ヤードになるようにちょっと昔訓練をしたんですけどちょうどセンチメートルでいうと90センチになりますで一応5歩5僕の場合は5ヤードですねちょっと測定してみたいと思います ちょうどこの辺り,です、ね、この辺りが、えー、5ヤードの距離感になりますので今ちょうど3球ボールを持ってきたんですけどこれで、えー、ボールを打って距離感をつかむ練習をしたいと思います。 あのー、今拝見してました非常にいい練習だと思います、あのー、ストロークの確認もできますけれどもストロークのね確認をして入れることも大事なんですけれども、うん、まずやっぱりグリーンのスピードを、あのー、その日の朝のグリーンのスピードがこの繰り返しの練習によって自分の振り幅ですよね。そうですねこのの5ヤードぐらいの振り幅を こう距離を合わせることによって一定した振り幅を自分に身につけることによってコースに出ていってもここから例えば10ヤードだったらもう少し強めに打たなきゃいけない近かったとしたらもう少し弱めなのかなという一つの目安がこの練習によってできると思います。皆ささんも試してててやってみてください